その元ネタわかるぞ。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日はアベンジャーズエンドゲーム過去作からの小ネタトップ10を紹介。この動画ではアベンジャーズエンドゲームに登場した今までの MCU 作品からの小ネタを紹介します。当然ネタバレがあるので注意してね。第10位、青年になったハーレー。 You're a mechanic, right? Right. You said so. Yes, I did. Why don't you just build something?トニーの葬式では過去の作品からトニーの最初のアークリアクターも登場しました。一方、この青年が誰なのか首をかしげる観客もいたようです。彼はアイアンマン3でトニーを手助けしたハーレー・キーナーでした。ハーレー、where is he really? Just look on the screen and tell me where it is. It does say Miami, Florida. トニーの子供との面白おかしいやりとりはエンドゲームでも見ることができます。 You like going in the garage, huh? So does daddy. It's fine, actually. Mom never wears anything I buy her. ハーレーがいることでトニーがどれだけの人々を助けてきたかがよくわかります。第9位、クイルのダンス。映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのコミック版との最大の違いは懐かしいポップミュージックの存在です。コンパニオン、What were you retrieving? You're an imbecile. 映画の序盤、ピーター・クイルがレッドボーンの Come and Get Your Love を口ずさみながら踊るシーンがあります。このシーンはエンドゲームにも再登場しますが、今回はウォーマシンとネビュラがそれを眺めるコミカルなシーンとなっています。So he's an idiot. Yeah. 第8位、チーズバーガー。 In a captivity for 3 months, there are 2 things I want to do. I want an American cheeseburger. And the other is not what you think. I want you to call for a press conference now. この小ネタはエンドゲームの映画の終盤に登場します。トニーの葬式の後、ハッピーがトニーの娘モーガンに何が欲しいかを聞きます。You hungry? Mm-hmm. What do you want? Cheeseburgers. Happy は彼女の父親もチーズバーガーが好きだったことを伝えます。I'm gonna get you all the cheeseburgers you want. Okay. これはアイアンマンで監禁から脱出したトニーが最初に欲しがったものがチーズバーガーだったことに由来します。Hogan, drive. Cheeseburger first.とても愛らしいシーンになりました。第7位、スティーブとペギーのダンス。Women aren't exactly lined enough to dance with the guy they might step on. You must have danced. スティーブはひ弱な青年でしたが、結成を打たれる前からペギーの目に留まっていました。Figured I'd wait. For what?Right、partner. キャプテンアメリカが第二次世界大戦を戦う中で2人はよくダンスについて話をしていました。I might, even when this is all over, go dancing. Then what are we waiting for? The right partner. しかし彼が氷漬けになってしまったので機会を失います。Peggy. I'm here. You're gonna need a rain check on that dance.そしてペギーは亡くなります。しかしエンドゲームではキャプテンは過去に戻り、ペギーとダンスしながら余生を過ごすことができました。第6位、頭を狙った。 His head was over there. His body over thereWhat was the point? I was too late. ソーはこれまでに両親や故郷、タミや弟など多くの存在を失ってきました。うん、
そのためインフィニティウォーではサノスを倒すことに必死になっています。しかしそのチャンスが来た時、とどめを刺すのに失敗し、サノスに頭を狙うべきだったと言われます。 You should have gone for the head. そのせいでサノスに世界の半分を消滅させられます。アベンジャーズがサノスを捕らえた時、ソーはアドバイス通りすぐに首を切り落としました。 What did you do? I went for the head.第5位、左失礼。 On your left. Uh-huh. On my left. Got it. サム・ウィルソンとスティーブ・ロジャースは親友同士です。2人がランニングをしているとき、スティーブは追い越す際に左失礼と声をかけ、サムをイラつかせます。 Don't say it. Don't you say it. On your left. Come on! 病院で目が覚めたときも彼は同じセリフを言います。On your left. エンドゲームで生き返ったサムは仲間たちを引き連れ、左失礼の言葉とともにスティーブの前に現れます。Captain Sam, can you hear me? On your left. 第4位、キャプテンとヒドラ。 Before we get started,Does anyone want to get out? ウィンターソルジャーではキャプテンがエレベーターでヒドラのエージェントたちと大立ち回りを演じます。エンドゲームでは2012年に戻ったキャプテンが同じようにエレベーターの中でスパイに囲まれます。キャプテン、I thought you were coordinating search and rescue. Change of plans.スティーブはヒドラのメンバーのふりをすることで切り抜けますが、これはコミック版へのオマージュにもなっています。このあと彼は自分自身と戦うことになり、彼の決まり文句も聞くことができます。 I can do this all day. Yeah, I know. I know. 第3位、アベンジャーズ集合。エイジオブウルトロンラストではキャプテンがあの言葉を言いかけた瞬間に画面が暗転します。アベンジャーズ、これはコミック版では有名なセリフです。当時ファンは残念がありましたが、エンドゲームまで待った甲斐がありました。アベンジャーズ、アベンジャーズが最終決戦でサノスの軍勢と対峙した時、ようやくこのセリフを聞くことができます。何度見ても鳥肌が立つシーンですね。第2位、やはりか。Whosoever be he worthy shall have the power. Whatever, man, it's a trick. Please be my guest.ムジョルニアといえばソーの象徴ですが、ふさわしいものであれば彼以外でも扱うことができます。他のメンバーたちが全く動かせない中、キャプテンは少しだけムジョルニアを動かせるように見え、ソーは驚きます。エンドゲームでサノスがソウを追い詰めたとき、ムジョルニアが宙に浮き、キャプテンの元に向かいます。 I knew it. スティーブはふさわしいものだったのです。ムジョルニアを振る彼はかっこよかったですね。私はこういう小ネタが大好きなの。全てを理解するためには全部の作品を見る必要があるけど、その甲斐はあるわ。第1話は辛いシーンだけど避けられないわよね。では他の候補を見た後に1位を見ていきましょう。Right. Well done.
They said that it was a matter of national security, that Cap needed help. Cap? Captain America. Captain Cap. It's what we call him. If you're a friend. Maybe 10 minutes. Get it started. We'll get the stones to you. We're on it, Cap. We haven't met yet. I'm Clint. I don't care. Clint! Give it to me. Activating instant kill. No. I don't want to kill anybody. Activate instant kill! You got heart, kid. Where are you from? Queens. Brooklyn. Somebody help! Hey, Queens. Heads up. Don't do anything stupid until I get back. How can I? Taking all the stupid with you. Don't do anything stupid till I get back. How can I? You're taking all the stupid with you. まだ終わりじゃないよ。チャンネルを登録して、ベルを鳴らして、通知を受け取ってね。第一、私がアイアンマンだ。MCU といえばトニー・スターク。彼が全てを始めました。第一作のラストでトニーは世界に対して自分がスーパーヒーローであることを明らかにします。 Truth is I am Iron Man。 トニーの象徴であるこのセリフはエンドゲームのクライマックスにも登場します。再びストーンを集めたサノスは指を鳴らそうとする前にこう言います。 I am inevitable。 しかしストーンを奪っていたトニーはこう返します。 And I am Iron Man。そう言ってトニーが指を鳴らすシーンは MCU 最高のシーンです。どうでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もチェックして、チャンネルを登録して通知を受け取ってくださいね。